マテリアルズ。ドロッとしたこの液体、柔軟な布で挟んで叩いてみると電気が発生しました。変形させると電気を発生する固体の材料はありましたが、柔軟性がある液体の発電材料の開発にニムスは世界で初めて成功しました。液体エレクトレット材料、電池がなくても心臓の鼓動により体内で動作する心拍センサーや触覚素子など新たな分野の開拓が強く期待される材料の誕生です。エレクトレット材料とは表面に電気を貯められる材料のことです。振動や圧力を受けると電気の状態が変化して発電します。例えばマイクの中、分解してみると入っています。周囲の音で微妙に変形して電気信号を発生させます。しかし従来のものは全て固体でした。このエレクトレット材料を柔軟な液体で実現できれば、固体ではできなかった製品を作り出せる、そう考えたのが中西隆です。分子を設計するエキスパート中西は、固体のものを液体に変える特別の技術を持っています。例えばフラーレ、1000度を超える高温にならなければ液体になりません。ところが2006年、中西はこれを室温で液体に変えて世界を驚かせました。本来固体のものを液体にするため中西がやったこと、それは分子に枝をつける。フラレンってこういった、炭素でできたあの分子なんですけども、これは普通固体です。分子が組み上がったような状態にあります。これに我々は化学合成でこういう鎖をつけてあげます。そうするとこの鎖が間に入るので近づけなくなる、結晶にはならないような状態、液体になります。中西はこの手法を使ってこれまで光る粉や色素を液体に変えてきました。そして今回成功したのが電気を貯められる液体の開発です。実際に作ってみます。この液体は電気を起こす性質を持つ物質です。この分子につける鎖、束鎖となるのがこちらの黄色い液体。2つを混ぜて反応させます。カラムを使って束鎖のついた分子だけを生成、最後に溶媒を飛ばすと目的の物質、液体エレクトレットが完成です。こうしてできた液体に電荷をチャージします。はい、わかりました。これを柔軟性のある電極で挟み込みました。柔らかい発電素子の完成です。テスターをつないで試験してみます。素子を叩くと電気が起きています。固体でしかできなかったことが液体っていう形を問わないような材料でも同じ性能が出せる、液体の特徴を生かして何をやりたいのかっていう、その現場の声を聞かせてほしいっていうのが一つですね。そういったお声を聞かせていただければ、じゃあその性能を持った液体っていうのはこの分子をコアにして原料にして作ることができますよってことは提案できるので、優れた特性を持つ固体の物質を液体に変える、ニムスが開発した液体にする技術は材料に新たな応用先を切り開いていきます。